遠藤航とマカリステルの連携をクロップが称賛とともに、恋愛映画を作れる、と意味深発言。遠藤航を擁するリバプールは3月31日に開催されたプレミアリーグの第30節でブライトンとホームで対戦。2対1で逆転勝利を収めた。リバプールの専門サイト、ナウジング・ザ・コップによれば、ユルゲン・クロップ監督は試合後、中盤で躍動したマカリステルと遠藤について、こう語っている。試合後に、コップの前に行ったら、目の前に真っ赤と遠藤がいて、アイコンタクトを取っていたんだ。彼らが、お互いを、どのように見ていたか、ワオだ。ドイツ人指揮官は笑いながら、ジョーク交じりに賛辞を送っている。おそらく95部の映画、それをテーマにした、恋愛映画なら、簡単に作れるだろう。とても素晴らしかった。彼らは今、一緒にプレーするのを本当に楽しんでいるんだ。彼らは、ピッチ上で、素晴らしいケミストリーを築いているが、それは、ピッチ外でもなんだ。遠藤とダルウィンは真っ赤の甘い愛情をめぐって戦わなければならない。俺たちにはリバプールファンによる同人誌版が必要だ。ザ・将軍とエルマゴ。クロップのコメントを見た真っ赤と遠藤の奥さんらが、すぐに夫が帰宅することを祈りながら緊張して待っている。俺は遠藤を愛している。それだけだ。